ブラックチャンネルの秘密暴露してやるぜ。おやおや、じブラックチャンネル。じ何見てるんです？つべくんチャンネルだよ。今から生配信が始まるんだ。ブラックも好きでしょ。つべくんさんの企画はどれも面白いですからね。今日はどんな企画ですか？それがご報告って、あ、始まった。今日は皆さんにご報告があります。実は僕引退することに決めました。暴露系 YouTuber ロバクさんの暴露を受け、けじめとして引退するのが一番いいと思ったんです。暴露系 YouTuber、 どういうこと？この動画のことですね。こんちゅっす、ロバクっす。今日暴露するのは大人気 YouTuber のつべくんです。これって暴露動画？まずはこの写真、借りてる撮影スタジオでの様子です。威張ってるし態度が悪い。しかもゴミ散らかしっぱなし。おやおや、それにこの音声聞いてくださいよ。マジで僕のリスナー超ゴミ、どいつもこいつもクソばっかだ。陰でこんなことを言ってるなんてひどいっすよね。ロバクさんの情報もすごいですね。感心してる場合かよ。これ本当なのかな。そうだ、どうしたんです？つべくんにコメント送るんだ。こんなことする人に思えないって。そうですか。あ、メッセージが返ってきた。話を聞いてほしいって、きっとこの動画のことだよ。鬼やばな予感がしますね。会いに行こう。本物のつべくんだ。来てくれてありがとう。それでお話とは？実はあの暴露動画全部捏造されたものなんだ。捏造？嘘と捏造。まずはこの写真、写真も音声も全部捏造されてるんだ。みんな信じてくれなかったけど。なるほど、デビルアイ。うわ、確かに配信を切り取って合成しているようです。今のでそこまでわかるんだ。ですがなぜそんな話を？サトシ君だけだったんだ。こんなことをするように見えないって言ってくれたの。だからサトシ君には本当のことを伝えたかったんだ。配信で捏造だと言えばいいのでは？最初は言ったよ。でも言い訳するなって余計炎上しちゃって、引退するしもういいかなって。そんなのひどいよ。捏造なんて最低だ。つべくんの代わりに俺たちで暴露しよう。いいの？ですが一つだけ条件があります。こしょこしょこしょ、どうです？もちろん。ではあとは任せてください。ありがとう。条件って何？今は秘密です。こんちゃっす、ロバクっす。今日はブラックチャンネルの秘密を暴露するぜ。面白そうなことしてますね。じーん、お前はブラック。それでどんな暴露ですか？俺ちゃん楽しみです。中止に決まってんだろ。本人の前で暴露なんかできるか。それはネタが捏造だからですか？だったらなんだよ、お前には関係ねえだろ。生放送台無しにしやがって、注目されるチャンスだったのに。捏造写真作るのにどんだけ手間がかかってると思ってんだ。ではお詫びに、俺ちゃんと契約しませんか？もっと簡単に注目される配信ができるようになりますよ。どうやって？契約してくれたらこのデビルアプリを差し上げます。写真や動画を取り込むだけで注目されるように加工してくれます。いいのか？契約します。もちろんだ、ディール。早速使ってみるか。つべくんの写真でいいや。コンビニで買い物してる写真だけど、店員さんにキレてる写真に早変わりです。すげえ、これがあれば捏造し放題だ。暴露登録者数も再生数も爆伸びだ。こんなに注目されるなんて最高。ご機嫌なところ悪いんですが、うわ、これ見てください。ん？ SNS？ 俺が超人気って話だろ。知ってるって。違います、
ロバクさんの動画が捏造だと大炎上してるんです。あ、マジじゃん。誰かが暴露したのか。今すぐデマだって配信しねえと。言葉だけじゃ信じてもらえないのでは。確かにな。よし、暴露ネタが捏造じゃないって証拠を捏造しよう。どうするんです？捏造してる様子を撮った写真を加工するんだよ。そしたら逆にスキャンダル撮ってる写真とかタレコミもらってる写真に捏造されるはずだ。そんなにうまくいくんでしょうか。いいんだよ、とりあえず加工さえしてくれればさ。あとは俺が話を盛るから。いつものやり方ですね。捏造してるところを撮ってアプリに取り込んで早速配信だ。くんちゃっす、 SNS で俺の動画が捏造だって言われてるみたいなんすけど、俺が苦労してネタ集めてるって証拠を持ってきました。この写真って、あれ全然加工されてない。かかか、デビルアプリは注目されない写真や動画を注目されるように加工するアプリ。初めから注目されるものは加工してくれません。もっと早く言えよ。聞かれなかったので。くそ。それともう一つ、まだあるのかよ。さっき見せた SNS の炎上画面、俺ちゃんの捏造です。はあ、なんでそんなことするんだよ。俺ちゃんの暴露動画を捏造して生配信しようとしてましたよね。だから俺ちゃんもやり返してみました。じゃあ俺炎上してなかったってこと？はい、でもこの配信で捏造してるってバレちゃいましたけどね。コメント欄荒れてきましたよ。お前が捏造なんかしなきゃこんなことになんなかっただろう。おや、俺ちゃんは真似しただけですよ、あなたがいつもしていることを。ふざけんなよ。ちなみに今のロバクさんの様子、ブラックチャンネルで生配信してます。自称暴露系 YouTuber の裏側を暴露しますって、こっちも大炎上ですね。どうせその画面も捏造だろ。いいえ、本物です。大注目されてよかったですね。 This is エンターテイメント。ジジジ、そんな、ごめんなさい、俺引退します。お騒がせしましたが、今日から活動再開します。つべくん復活してよかった。前に話してたのってこれ？はい、捏造が明るみになったら活動を再開してほしいとお願いしてたんです。優しいじゃん。かかか、面白い動画を作る YouTuber がいなくなるのは寂しいですからね。じいじい、動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。